お疲れ様です。井上です。ウィングネオインフィニティ CAD を用いた製図。前回は連続線、ヒゲ線、平行線のコマンドを使って陰地のブロック塀を作図しました。平行線コマンドはとても便利なのですが、左右どちらに線が引かれるのか分かりにくくなりやすいので、左右どちらか馴染みやすい側を決めておいて、慣れるまでは常にそちら側で引くようにすると作業に悩むことが減ると思います。今回は対象地の全面道路を作図します。 CAD での作図には直接関係のない話ですが、今回のように道路を作図する場合、道路とその周りを隔てる線を引くことで道路を表現します。この道路脇の部分を路肩あるいは路側帯と呼びますが、一応道路交通法上ではこの2つは別のものとされていて、車道と歩道の間にある空間を路肩、歩道が設置されていない道路脇の空間を路側帯と呼びます。ということで、その路側帯を作図していきます。下図を確認すると、対測値と同じように測量の対象値があって、対象値の前面に 150mm の境界ブロックが設置してあって、そこから400mm 側溝の蓋部分、今回の路側帯部分があって道路になっていることが分かります。ちなみにこの境界ブロックの角の部分を肩と呼んでいます。それを踏まえて境界ブロックの肩の点を順に下図で確認すると、17番、21番、23番、22番、20番、48番、49番、50番、51番、52番、53番の点が境界ブロックの肩の点らしいことがわかります。順に一つずつ一覧で確認していきます。まず48番から53番、これは一覧でも L 側肩外となっていて、境界ブロックの肩部分であることがわかります。次に20番、21番、22番、23番なのですが、20番に関しては L 側肩外、21番も同じように表記されているので境界ブロックの点であることがわかります。22番、23番も同じ線上にあるように見えるのですが、一覧を確認すると陰地、壁となっているので、今回は22番と23番は作図には使えません。最後17番もL 側肩外となっているので、これは全面道路の作図に使っても良い点のようです。では製図画面に戻ります。まずはスナップメニューの確認。今回はプロットマークスナップになっていればとりあえず十分です。次に作図メニュー点から連続線を選択したら、17番、21番、20番、48番、49番、50番、51番、52番、53番と線で結んでいきます。次に作図2からヒゲ線コマンドを選択して、52番から先に伸ばせるように設定したら、スナップメニューフリースナップを左クリックで有効にして、線が伸びた状態で左クリックで決定。同じくヒゲ線で反対側、17番から先に線を伸ばして左クリックで決定。フリースナップはすぐに解除しておきます。次に作図メニュー線の平行線コマンドを選択。今回は今ある線の右側に平
平行線を引きたいので、切り替えボタンで右側に設定をして、体側値と同じように 0.15 メートル先に境界ブロックの針があって、そこからさらに400ミリ、 0.4 メートル進んだ 0.55 メートル先に全面道路があるということで、2本の線を設定します。スナップメニューから単点スナップを左クリックで有効にしたら、先ほど引いた線を選んでいきます。最後の単点まで選び終わったら、右クリックで線を確定、もう一度右クリックでコマンドを終了します。最後に単点スナップを左クリックで解除して、本日の操作は完了です。本日もお付き合いいただきありがとうございました。